今回は松井蓮司選手とそして永永高虎選手にお越しいただきました。スキフラを見てもらってます？はい、いつも見てます。見てますありがとうございます。誰の回見ました？でも結構みんなの回見てますね。こうきくんとダイヤくんのやつも、うん、面白かったですね。え、本当ですか？いや、今日ちょっとあの回超えてほしいなと思ってるんでまあでも彼がいるんで、いやいや多分大丈夫ですよ。超えれると思う。レンジ君に行きたいです。ではキオフロースタートです。せーのありがとうございます。今回は、まあ、同期入団で大卒ルーキー高卒ルーキーとちょっと年は違うんですけれども、まあ寮生活も一緒にしてるというお二人にお越しいただきました。まずちょっとお二人の関係を聞いていきたいんですけれども、松井選手どうですか？お二人結構喋ったりします？いや、結構喋りますね。ほう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 、はい、タカトラが可愛いんで僕がちょっと一回出したり、うん、逆にタカトラから話してくれたりっていうので、まあ、結構サッカーでもサッカー以外でも話すことは多いかなと思います。タカトラ可愛いっていう言葉めっちゃ聞くんですけど、え、松井先生何が可愛いんですか？可愛いっていうか、多分あざといっていうんですかね。いや、多分タカトラも自分で分かってたのやってるんですけど。いや、分かってないですよ全然分かってないです。なんか可愛いんですよね。可愛い、はい、なんか例えば何があざといですか？憎めないというか、うん、本当に何されても怒れないというか、本当に可愛い弟みたいな感じで。永永選手はその松井選手のことどういう風な存在だなと思ってるんですか？やっぱそうですね、可愛いんでやっぱ初めは寮生活になった時に、うん、怖そうだなと思って、うんうんうん、絡めるかなと思ってたんですけど、うん、最近はもう、まあ、レンジ君からも喋ってくれますし、うん、自分からも喋れるんで、よくコミュニケーション取れてるかな。可愛いんで。綺麗なんで。レジ君綺麗なんで。らしい。可愛いの可愛いの系。可愛いんで。だからこういうのが結構あざといんですよ。いやいやいや。はい。なるほどね。いい距離感詰めてくる感じですよね。はい、はい、はい。みんな優しいんで。うん。嬉しい。松井選手のどこが可愛いなと思ったりするんですか？本当に結構なんかクールな感じで、うん、なと思ったら結構なんかご飯とか食うの早かったりなんか結構クールなんで結構ゆっくり食うんかなって思ってたらめっちゃ早いなギャップっすそれ見て、え、結構可愛いじゃんと思ったりする。僕結構まあクラブハウスとか寮でもそうなんですけど、うん、結構食う時間とかがかぶった時は、まあ、レンジ君には何も言ってないんですけど、うん、今日はちょっとレンジ君より早く食ったろうとか自分だけ思ってるんですけど、いつも早く食えないんで。でもレンジ君はそれ知らないんで、うん、それで負けるのがちょっと嫌ですね僕はそれ今初めて聞きました。結構実は僕早く食ってるんですけど。そうなの？マジ？じゃあ永永選手から見て、まさき可愛いって言ってたじゃないですか、はい、選手のこと可愛いっていうのもあるけど、ここ素敵だなとか、はい、なんかこういうとこやっぱりすごいかっこいいなとか思うとこってどんなところですか？え、そうですね、まあなんかいつも朝自分は寝癖ついたのクラブハウスとかに行ってるのに、もう髪も整ってるし、いつもいい匂いするんでなんか俺なんかマジで目だなってよく思ってました。え、そんなにやっぱり朝からこう決まってる感じなんですか？決めてるってあれはないと思うんですけど、多分それがもう普通みたいな、うん、僕からしたらあんま、そうっすね、匂いのやつとかあんまつけたことないんで匂いのやつダメだなって思う部屋とか行ったりしてもうん、めっちゃいい匂いするんで。え、どんな匂い？どんな匂い？紹介してほしいです。どういう感じの匂いなんですか？こう柑橘系とか爽やか系とかなんか。
構甘いとか。そうですね、なんか甘すぎないですけど、フルーティー。あー結構いい。もうなんか絶妙の。分かってます、よく分かってます。松井選手、やっぱこう、やっぱ香りは大事ですか？あ、そうですね、僕、匂いが結構好きなので。ほうほう。いつも部屋出るときは、まあ、少しだけつけて、好きな匂いつけて、あのクラブハウスに向かってるんですけど。タガトラも香水っていうか、そのなんか、タガトラ柔軟剤かなんかの匂い、めっちゃいいのなんですよ。タガトラの寮の部屋が3階なんですけど、で僕が2階で、タガトラがあの部屋を出ると、その匂いがなんかもう寮中に結構充満するんですよ。あ、いや本当に結構匂いして、あ、今絶対タガトラ部屋から出たなっていうのはあります。本当に自然な匂いというか。あ、なるほどね。な、あの女の子が好きそう。あ、そうなんか好きそうな。そうです、そうです、ね、あ、じゃあナチュラルに匂いね、つけてるじゃないですか、タガトラ選手。そう、ナチュラルに彼つけてます、つけてます。自分があの分かってないだけです。おすすめ の、 なんかあの香水かなんか紹介してもらいます。あ、おプレゼントしてあげてください、いつか。いい、ね、はい、うん、え、じゃあ、松井選手、なんかだろう、かっこいいと思うとこ、もうちょっとなんか、なんだろう、人柄的なとこ出てくると思ったのに。なんか匂いとか、なんか、そうっすよね、なんか、あれっすね。でも僕も、はい、期待してたんですけど、ね、でも、そうっすね、性格がチェイス高いです。わざとらしいのよ。いやいや、言われてからめっちゃざっくりしすぎてるんですけど、例えばなんか、うん、そうですね、誰にでも優しいし、ご飯とかも手振ってくれる。あ、そうですか。松井選手、やっぱりそういうのはこう、まあ、先輩として誘ってどんどん話したい、まあ、一人で食べるよりかは後輩とか、うん、まあ、同期とかと行った方が楽しいので、うんうんうん、でまたそこで楽しい話とかして盛り上がりながら、うん、食べるのが楽しいんで。へえ、結構お兄さんキャラなんですね、やっぱり松井選手って。そうですね、お兄さんキャラ、うん、まあ、じゃあ松井選手から、うん、プライベートで寮生活で、あ、こういう意外なとこあんだなって思うところとかあります？なんだろうな、まあ、でも結構だらしないかなって思ってたんですけど、うん、最初の方は、うん、まあ、でもだんだんその生活するにつれて、ちゃんと自分でね、掃除とかして、ちゃんと、なんだろう、成長してるなっていうのは感じてて。めっちゃうなずいてる。最初のは結構一人で行動とかあんまり、なんか多分苦手だったんですけど、ね、たまに一人でカラオケとか行って、うん、人から行って、なんか、はい、すごいですよね。みんな歌うまいんで、こっそり、ね、こっそり行ってるらしい。努力家なんですね。だからそれで今度一緒に行こうよって言って、いやちょっと恥ずかしいとか言って一緒に行くのはなんか恥ずかしいみたいに言われて引っかかっちゃうんですけど、何の曲練習してるんですか今？知ってる、僕がいますね、須田まさき須田まさき練習してる。そう、それでちょうどその話してて、で僕が博多らと太陽をその試合の日に一緒に試合会場まで行ってる時にその話になって、うん、うん、じゃあちょっと菅田将暉流すから歌ってよって高田に言ったら、うんうん、高田が熱唱してくれて歌ってみた。うまいっしょ、うまいやろ、うまいやろみたいなって言って。どうだったんですか実際？でもね、全然上手でした、上手でした、はい、本当になんかお世辞抜きで。危ない危ない、まあ、勝負曲なんであんまりちょっと歌いたくないですよ。勝負曲なの？ほぼという時に、ほぼという時に歌うんですよ。いつが勝負なの？いや、まあ、そういう時は来るかもしれないから、そうですね、その時まで練習してるらしいです。